東京ミッドタウンで開催中の恐竜科学博で知ることができる恐竜の謎について、この1週間毎日1つずつお届けしています。今日のテーマは未だに謎の多い恐竜の皮膚です。恐竜博の見どころの一つ、トリケラトプスレインの化石。骨格の 80% が発掘され、世界でも類を見ない完成度の高さを誇る全身骨格標本です。またレインには他にも貴重とされる理由があります。皮膚の痕跡が残っていたんです。こちらがレインの腰付近の鱗の化石です。直径10センチを超える大きな六角形の鱗が並び、中心には出っ張った部分があることが分かりました。この発見がトリケラトプスの皮膚に細長いトゲのようなものがあったという新たな推測のもとになりました。恐竜の皮膚については少しずつ研究が進んでいますが、一方で今もあまり分かっていないことがあることをご存知でしょうか。それは色。皮膚の色が推測できる情報が見つかった恐竜は世界でもほんの一握り。私たちが見ている多くの恐竜の色はイメージでつけられたもので、もしかしたら虹色の恐竜もいたかもしれませんね。貴重な恐竜の皮膚を見ることができる恐竜科学博は東京ミッドタウンで開催中です。